こんにちは、ミニマリストの豊永敦です。今回は、物を減らしたいなら環境を変えればいい話、人の意思は弱いっていうテーマでお話していこうかなと思います。で、僕先日なんですけど、ツイッターの方でこういうツイートをしました。ちょっと読み上げるんですけど、持ち物を減らすには意思より環境で決まることを利用するといいですよ。収納を捨てると置く数が絞れる。カバンを小さくすると持つ数が絞れる。小さい部屋に住むと置く数が絞れる。人の意思は弱すぎなので、減らそうと頑張る意思より、そもそも持てないという状況を作り上げるが先。こういうツイートですね。このツイートについてちょっとお話していくんですけど、繰り返しなんですけど、持ち物を減らすには意思より環境で決まることを利用するといいかなと思います。なんで意思より環境を利用すればいいかっていうことなんですけど、僕らって意思じゃなくて環境で決まるからなんですよね。例えば僕とか日本人で日本語喋ってるんですけど、これって日本語の親に育てられて、で日本語に囲まれて育ったから日本語を喋ってるわけなんですよ。でもし僕が日本で生まれてもアメリカで英語に囲まれて育ってたら絶対英語しか喋ってないじゃないですか。で、これって完全に日本語を喋ろうとか、なんか英語を喋ろうとかっていう、自分の意思の問題じゃなくて完全に環境に影響を受けてますよね。これが意思より環境で決まる理由なんですけど、要は自分の意思だけで物を減らすことを頑張るよりも環境を変えることを頑張った方がいいですよってことですよね。じゃあ具体的にどこを変えるかっていう話なんですけど、これちょっと冒頭のツイートでも言ったんですけど、まず一つ目が、収納を捨てる。で、二つ目が、カバンを小さくする。で、三つ目が、小さい部屋に住む。で、ちょっと四つ目はツイートに書いてないんですけど、これは家にくつろげるものを置かないですね。で、この四つ目は物を減らすことには関係ないんですけど、家でだらけてしまう人におすすめかなと思います。じゃあちょっと順番にお話していくんですけど、まず一つ目の収納を捨てるですね。で、収納を捨てるとなんかそもそも収納に置いてあったものを置けないっていう環境が出来上がるんですよ。で、僕前は4畳半の部屋だったんですけど、服を捨てるってなった時に先に収納の方を捨てたんですよね。で、服を置けなくなるとどうなるかっていうと、床に放置するか、捨てるか、売るかになるんですけど、僕の場合はまず放置だったんですよ。で、ただこれでも実は全然 OK で、収納から出てるとずっと視界に入るんで、なんとかしないといけないみたいな感じにずっとなるんですよ。だからなんかそこからなんか僕結構メルカリでなんか売るのを頑張ったりとかしたし、で、もう最終的にはなんか床に置いてるのが邪魔すぎて全部捨てたんですよ。なんか置いてたら埃かぶるし、なんか僕部屋が狭かったんでなんか足の踏み場がなくなるのが嫌やったんですよね。こういう感じで先に収納を捨てると、一瞬で物が減るとかじゃないですけど、とはいえ大半の人は方法を減らせるかなと思います。で、あとは収納を増やさないっていうことも重要ですね。僕の今の部屋って収納がほとんどなくて、シンクの下とか、あと突っ張り棒のクローゼット、あとそのクローゼットの上とクローゼットの下にちょっと収納があるくらいなんですけど、部屋に棚を置いたりして置き場所を作ってしまうと、そこに不必要なものが増える可能性が高いですよね。で、なんで僕は基本的に備え付けの収納だけを使って収納を、するってことをお勧めします。2つ目なんですけど、2つ目はカバンを小さくするですね。で、これに関しては、普段の持ち物を減らしたい人なんですけど、カバンを小さくしたりとか、カバンを持てないっていうことをすると、持てる物の量が決まるじゃないですか。つまりカバンを持たなくしたりとか、カバンを小さくすると、そもそも物を持つとか持たないっていうその意思決定をする前に、なんかもう物を持てないっていう環境になるんですよね。で、こうなるとどう頑張っても荷物が減るんですよ。で、僕とかパソコンを使わない時って手ぶらなんですけど、そういう時はポケットに入るまでのものしか持てないみたいな。で、こういう環境はなんか自分で作り上げてるっていう感じですね。で、3つ目が小さい部屋に住むなんですけど、で、これは一人暮らしとかじゃないとちょっと難しいと思うんですけど、ぶっちゃけこれが一番効果絶大ですね。で、僕2回引っ越してるんですけど、前の前の家は10畳の部屋で、でそっから4畳半の部屋に引っ越してるんですよね。で、10畳の部屋から4畳半の部屋に引っ越すと、どうなるかっていうと、どう頑張っても物が置けないっていう状況になるんで、必然的に捨てるしかなくなるっていう感じですね。で、僕はこの時にセミダブルのマットレスとか、あとはソファーとか、あとテレビ台とか、結構でかいテレビ台だったんですけど、この辺りを一気に手放したんですけど、これね、僕はミニマリストになる前のことなんで全く手放したくなかったんですよね。でも
う頑張っても起きないんで、まあ、強制的に手放したんですけど、まあ、この経験があったからこそ自分の意思とかマジでいらんなって気づきました。であとは余談なんですけど、まあ、必要以上に広い部屋に住まないっていうのも重要ですね。まあ、人はやっぱり置けるスペースがあると、まあ、置いちゃいますからね。4つ目なんですけど、まあ、家にくつろげるものを置かないですね。でこれは環境を逆手に取るっていうことなんですけど、ベッドとかソファーとかこたつとかを置かないっていうことですね。でまあ、こういったものを置くとなんか家でダラダラしてしまわないですか。で僕こたつとかソファーとかあったらずっと横になってダラダラしちゃうんですよ。なんかめっちゃ引きこもりみたいな。でけどソファーとかなかったらなんかダラダラしたくても、まあ、ダラダラできないじゃないですか。なんで家でついついだらけてしまう人とかは手放してみるのがいいかなと思います。というかまあ別に家じゃなくてもなんか街に出たら快適なカフェとかあったりするじゃないですか。だから僕はそういう風にして引きこもらないようにしてるって感じですね。まあ、これはちょっと住んでる場所にもよると思うんですけど、まあ、都会だったらほぼ行けるのかなと思います。まあ、これで以上なんですけど、最後にもう一回まとめておくと、1つ目が収納を捨てる、カバンを小さくする、で3つ目が小さい部屋に住む、で4つ目が家にくつろげるものを置かないですね。で物を減らしたい人は、まあ、この辺りを意識してもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあ、動画の方は以上なんですけど、僕は普段 Twitter とかブログの方で、今回みたいなそのミニマリストのライフスタイルとか考え方について発信してるんで、ぜひチェックしてみてください。この動画がちょっとでも参考になったなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録、あと Twitter のフォローまでしてもらえたら嬉しいです。そんな感じで終わりにしておきます。ありがとうございます。